今ね、廃油を処理してたんですけども、いつもこの廃油受けで廃油を受けて、それを空いたペール缶に入れましてね、で、これがいっぱいになると、ガソリンスタンドに持って行って、まあ、廃油処理してもらうと、引き取ってもらうということをしてるんですけども、この廃油を貯めてる缶がいっぱいになりまして、もう入れれなくなったんで、ずっと廃油ここに貯めてたんですね。で、ガソリンスタンド持って行ってね、これが全部空になりましたんで、入れれなかった廃油をこっち入れますと、なくしたものがこの中から見つかったんですね。何かと言いますと、日産のモコのエンジンオイルのドレンプラグの、ワッシャーです。これがこの中から出てきました。これですけどもね、ちょっとこれ見ていきます。はい、皆さんこんにちは、クニネムです。日産のモコですけどね、ヒューエルポンプ、燃料ポンプ交換しまして、取り外したものがこれです。15万キロね、使いましたけども、今日ちょっとね、これバラしまして、まあ、どんな痛み具合か見たいかなと思います。で、それともう一つ、これがね、エンジンオイルのドレンプラグの、ガスケットワッシャーなんですけども、なくしたと思ったのが見つかりまして、今ここに置いてます。何かと言いますとね、エンジンオイルのドレンプラグのワッシャー、交換しないでね、使い回してずっと使ってきたんですね。で、まあ、本来ならば毎回交換しましょうというものなんですけども、特に交換する必要性も感じなかったので、まあ、使い回しでどこまで使えるのかというような、まあ、変な実験をしてたんですけども、まあ、前回のオイル交換の時にとうとうオイルが漏れたんですね。で、それで取り外したものを今日ちょっとね、顕微鏡とか使ってね、どんな傷んでるか見てみようかなと思います。で、ずっとね、なくしたと思ってたんですよね。そしたら今日廃油をこう捨ててましたらね、底の方にこれがやっと出てきまして、これをね、回収することができました。そしたらね、このヒューエルポンプから見ていきたいかなと思います。15万キロ使いました燃料ポンプをばらしていきます。まあ、すぐ捨ててしまうのももったいないかなと、まあ、15万キロ使ったらどうなってるのか中を見たいなということです。端子が、まあ、腐食していたり、オーリングが割れかけていたりと、まあ、そういうのはありましたけども、まあ、何か特に不具合というのはなかったですね。まあ、普通に動いていたポンプです。で、今、基板のところを外してます。これはフロートがつながる可変抵抗があるところですね。こうやって一つずつ外していきまして、それぞれを見ていきます。で、15万キロ使ったということで、まあ、一昔ですと車10万キロも乗りますと買い替え乗り換えなんていう、まあ、ことを聞いたことありますけども、まあ、これはそれをはるかに上回る15万キロで、しかも軽自動車ということで、まあ、ですけども最近の車は、まあ、本当によくできてるなと思いましたね。15万キロ使いましてもまだまだ使えそうな感じでした。で、各それぞれの部品ですね、今画面載せておきますけども、まあ、細かい部品番号があるものもありまして、まあ、単体で注文できそうなものも結構ありますね。もしご興味のある方は、注文されてはどうかなと思います。外しましたストレーナー、これハサミで切って中を見ていきます。まあ、これもそんなに汚れてなかったですね。はい、燃料ポンプ、ばらしました。一番左に置いてるのはね、中古なんですけども、
またスペーシアにつけようと思って買っておいたもので、まあ、綺麗ですよね。で、モコ15万キロから取り外しました。ヒューレポンプ、ここから右なんですけども、だいぶ色がね、黄ばんできてるのがわかると思います。黄ばむというか、ガソリンの赤い色がね、着色されてしまうんですね。ですから、この色のね、白いものがガソリンの色に染まるというのが、まあ、このポンプの使われた時間、まあ、ちょっとね、そういうふうに見てもいいかなと思います。ですから15万キロ使いますと、まあ、ポンプがこういう色に着色してしまうと、平成26年式ですから、8年経ちますとこれぐらい着色されるということですよね。ですから中古でポンプ買うときね、やっぱりこのシェルの白いものを選んだ方がいいと思いますね。で、バラしまして、まずこのオーリングですね。ここの分ですけども、これはもう割れてましたね。こうですね。やっぱり交換時だったのかもしれないですね。で、これなんて言うんですかね、ここに入ってる分ですけども、ここにもオーリングついてまして、このオーリングはね、傷んでませんね。ちょっと硬くはなってますけども、ひびとか割れとかなかったです。で、次にこの配線類ですね。このアースだと思うんですけども、この黒いこの線ですね、端子が、ね、こっちは綺麗かな。これは、サビというより、何ですかね、汚れと、焼けですかね。手でこすったらちょっと取れるかな、取れないですね。まあ、端子はこうなってしまうと。ただ、この中の端子ね、これは、ここは綺麗です。ここも、そんな汚れてはないですね。で、次このフロートがついてた基板と端子ですけども、基板と端子、ここは綺麗なもんです。ただこっちの端子が中がもう真っ黒になってます。ここは汚れやすいのかなと思いますね。この接触不良を起きますと、燃料の量がね、きちんと読めないというのはあるかもしれないですね。これはこのカバーですね。で、これが下についてるストレーナーです。ここにね、ついてたやつ。これで見ますと、これのことですね。これ、ハサミで切りましてね、開けました。すると、三重構造になってます。で、このフィルターは、まあ、こうつきまして、ガソリンがこうね、ここからこう入っていきますんで、この外側が汚れるというもんですね。で、1枚目。こういうフィルターですね。網戸みたいな感じですかね。まあ、荒いというかね、網戸みたいな材質です。で、2枚目になりますと、紙という感じの材質ですね。で、3枚目になりますと、さらに細かい目の紙という感じで、3枚外から粗い、中目で細目となっているのかなと。で、このフィルターが、まあ、くしゃっと潰れないように中にこうね、骨が入っていると。あ、ここ割れてるな。ここ割れてますけどね。もしかしたら取り外すとき私が割ったのかもしれません。1枚目はそんな汚れることないけど、2枚目3枚目目の細かいところはさすがに何かゴミのようなものを引っかかって黒くなりますね。で、これぐらいの汚れを外から見ると
まあ、こういう風に見えると。これは綺麗ですね、まあ、そうでもないけどまだマシです。でフロートがあって、これがポンプですね。ですからどうでしょうかね、こうやってバラしてね、ポンプだけ交換する、まあ、そういうやり方もあると思いますけども、全体ね、アッセンブリーでそんなに値段高くないんで、ここだけ交換するということも必要ないかもしれないですね。もし部品がもう手に入らないとかね、車が古くなった時は、まあ、ここだけ合うものをね、まあ、探して、使うということですよね。これ取れましたね。このサイズとね、ポンプの容量が分かれば、まあ、似たようなものを探せるかもしれないですけども、ということで15万キロ使ったフューエルポンプ、まあ、こういう感じということです。はい、次はこれがエンジンオイルのドレンワッシャーですね。とうとうオイルが漏れたというやつが見つかりまして、これを今から見ていきますけども、紙でついてたオイルだけ拭き取りました。あとパーツクリーナーで洗ったりとか、まあ、そういうことは一切してません。もうそのままの状態です。でこれを、顕微鏡でね見ていこうかと思います。それではエンジンオイルのドレンのガスケットですね、これを顕微鏡で見ていきます。ピントがなかなか合わないのと、手ブレがすごいことになってますけども、申し訳ございません。ついてる傷がこう、丸い R に沿って、傷がついてますけども、まあ、これはおそらく締め込んだ時にこう回転するんでしょうね。オイルパンと擦れる、またボルトの座金の部分と擦れる、まあ、その時にこの傷がつくのかなと思います。でこのドレンのガスケットですけども、数えますと合計24回でしたね。24回使い回したものです。で本来ならば一度外すと交換しましょうと、まあ、おそらくその理由はこのガスケットというのは締め込んだ時に少し潰れることで、まあ、密閉すると、まあ、そういうこともあって、まあ、一度締め込んだものは再利用しないと、まあ、いうこともあると思うんですね。今ひっくり返しまして、さっきと逆側の面を見ていきますけども、まあ、ほとんど同じですね。傷がつきましてザラザラをしてますね。でこれはウエスでついたオイルを拭き取っただけで、まあ、パーツクリーナーで洗ったりとかはしてません。ですから黒い汚れのようなものもついてると思います。これオイルか何かの汚れだと思いますね。洗えば黒っぽいものは取れるのかなと思います。で24回、目に、オイル漏れが確認できましたね。ボルトのところから滴がありました。で今映ってるのは新品の、ガスケットです。新品もこうして見ますと、まあ、結構傷というかね、綺麗な平らではないなと、まあ、細かい筋のようなものはいっぱいあるんだなと思いましたね。ですからこれぐらいの傷であれば、シールする役目は果たすと、まあ、その基準になるのかなと思います。で新品のガスケットをひっくり返しました。こっちの面は丸くなってるんですね。ですからこの丸い部分が締め付けられた時に少し潰れるような形で、まあ、気密性を保って
オイルを漏れないようにしているのかなと思います。ですからおそらくですね、オイルパンでこのガスケット、そして、ボルトの座金のとこですね、その3箇所全部きれいに傷がないように磨いてやれば、この3つが3つともピカピカになれば、おそらくオイル漏れはしないのかなと思いますね。やってみないと分かりませんけども、で今新旧並べて写してます。右側は裏も表もこの丸くなった部分はもうないですね。24回も規定トルクで締め付けられてますから、裏も表も平らになってます。ということで、今回はこの取り外した24回使ったガスケットをですね、一度砥石で磨いてみたらどうなるのか、ということをしてみたいなと思います。砥石で、320番と1000番この2つで磨いてみました。砥石で磨くと言っても、そんなに本格的にきっちり磨く、研ぐということはしません。時間をかけずもう適当にやるだけです。今320番の砥石ですけども、これ5分もしないですね。2、3分、こういうふうに、裏を持って、研ぐということをしましたね。2、3分もしてないかもしれないですね。で、ある程度研ぎますと、今度は旋盤で、同じようなことを、やりました。きっちり時間をかけて、もっと細かい番手までやれば、表面はきれいになるんでしょうけども、適当にやった状態で、どんなものかっていうのを見たかったですね。あっという間にもう古い方のドレマッシャーがきれいになってきまして、新旧の区別がつかなくなったんで、新しい方にマジックで印をしときました。これが旋盤の砥石です。これで同じようにまた磨いていきます。でもこれももう 2、3 分です。もう何も気を使わず、もう適当に手を動かしているだけです。こんな適当なやり方で、この24回使った傷だらけの、ドレンガスケットがどうなるのか、これをまた顕微鏡で見たいと思います。では最終旋盤で研ぎました、ドレンのワッシャーを見ていきます。研ぐ前よりは、本当に綺麗になったと思います。平らも出たと思います。見える細かい傷はおそらく320番の砥石で、ついた傷だと思いますね。これを見ますと、もっとね細かい目で1500とか2000とかで、研いでみても面白いかなという気持ちが湧いてきましたけども、ただこれにそんなにエネルギーや時間をかけるというのも、ちょっとバカバカしいかなというのもありまして、今隣にね新品のガスケットと並んでますけども、表面の綺麗さだけで言えばもう新品よりも綺麗になったかなと思います。ただ盛り上がった丸い表面はもうありませんので、締め付けることによってそれが潰れて密着させる、密閉させるという機能はなくなってますね。ということで、この24回使って、旋盤で磨いた、ドレンワッシャー、今度25回目、26回目と、車に、つけてみたいと思います。それが、だからどうやねんと言われたら別に何にもないんですけども、趣味の一環でね、これで使えたら面白いかなという、ただそれだけです。ただですね、毎回交換しましょうという部品が車には本当にたくさんついてますね。
お金をいただいて、作業をするお仕事の方は当然それをしないといけないでしょうけども、まあ、アマチュアで遊んでる者にとっては、まあ、本当に交換しないといけないのかどうか、まあ、興味を持つことがあるんですよね。今回24回、使えましたんで、まあ、毎回交換することもないかなと思います。まあ、弱ってきますと、まあ、20回に1回ぐらい 2,3 分研いでやればそれでまたいけるかなと、まあ、そういう一つ、まあ、事実が分かったかなというふうに思います。はい、ということでね、モコのエンジンオイルドレンの、ドレンプラグのワッシャーですね、最終旋盤で磨きました。顕微鏡で見た画面見たら1500番とかね、カワドとかね、まあ、そういうのもさらに磨いたらよかったかなとちょっと思ったんですけども、まあ、新品と比べますとそこまでする必要もないかなと、新品の方も結構傷がついてましたんでね、まあ、こういうドレンのワッシャーっていうのは締め込んで潰れることで隙間を塞ぐという、まあ、そういう機能があると思いますんで、まあ、これぐらいでいいかなと思います。でメモ書きを書いておきました。モコ24回使用、研磨済み、旋盤で磨きましたと書いておきまして、次のオイル交換の時ね、また今度は25回目ということでまた使っていきたいと思います。どこまで使えるのかということでね、まあ、ちょっと長くなりますけども、実験ということでねやっていきたいかと思います。でヒュエルポンプの方ですけどね、今回バラしまして、部品どこまで出るのかということなんですけども、ちょっと画面に上げておきますけど、全部はやっぱり出ないですね。でこの、シールですね、このオーリングって言ったら変かな、これは出るみたいですね。部品の番号もありますね。でこのフロートも出ますね。感じのポンプですけど、この下のシェルとこう一体になって出るのかな。まあ、ところどころ部品まだ出るみたいですけどね。まあ、値段から言うて、全部交換というふうなことで、まあ、世の中皆さんそうされてるのかなと思います。まあ、こうね、ダメなとこだけ交換するということをね、まあ、趣味的にやりたい方は、ところどころ部品をね、注文して楽しまれたらどうかなと思います。ということでね、またこういうこと続きやっていきますので、ご興味のある方、ぜひともお付き合いをください。それでは。